はい、と聖剣伝説3トライアルズ部分の実況プレイパート101やっていきたいと思います。アニスの禁域攻略していきます。ホークアイリース編での攻略ですと、まあ道中の宝箱とか主に虹色アイテムの種を狙って、ゲットしていきたいと思ってて、まあ道中はもうレベルとかもガンガン上げていきたいのでクッキーガンガン使っていきます。なるべくね戦闘していきます。ウェイ、楽勝でしたね。この調子でいきたいです。お、いいね。そうか、俺たちと出会ったことまだまだね。セリンジャビームゴーデン、これでどうだい。遊びこれもらえれば。圧倒的な精密力。飛んでいきましょう。ここはアニスによって作り出された幻影空間のようね。人々の記憶や真相に。こいつはあれだな、爆弾効かねえだろうな。まったく悪趣味なレディーだな、アニスというのは。そこだ。そこだ。ゲイ。今の敵で最後のようだが、警戒を怠らず。私たちに邪魔をしないでください。おとととととこれでどうだい。こんなところかな。そっち多分チョコな気がするんだよな。これでどうだい。俺たちと出会ったこと。これでどうだい。相手が悪い。吸収。この野郎。今の時で最後のようだが、ま、警戒を怠らずに進もう。オッケー。これでどうだい。相手が悪かったな。そこだ。当然だ。これでどうだい。なんだ、もう終わりか。拍子抜けだな。いいね、クラスチェンジアイテムの種どんどん集まっていくよ。そいえ、これでどうだい。当然だ。ダイヤミサイル。カッサル。決まりです。これが私の戦力。必殺技が命中してよかったです。オッケーオッケー。これでどうだい。なんだ、もう終わりか。拍子抜けだな。手裏剣。ここは私に任せろ。これでどうだい。相手が悪かったね。そこだ。汚かったですね。銀色か。私たちの道はある。
そこだ。お願い、これで当たって。驚くほど強い。これでどうだい？相手が悪い。そこだ。ほら。これでどうだい？えい。そこだ。これが私の戦力です。これでどうだい？オッケー。そこだ。カーツ。さらに戦いのコツをつかんだぞ。俺が前に。なんかいっぱい来たけど。プロテクトだ。見せてもみろ。これでさよならね。えい。せっけん。こんなものね。そこだ。てい。生き抜けと。どうだ。魔力をかけてどうだい。よし。当然の勝利。次の目的地に急ごう。で、ここでまた宝箱の中から種が手に入ると。皆さん、そこだ。力を。これでどうだい？はい、そこだ。ファイルです。これでどうだい？よくもダメイ。そこだ。そこ、せっ、そこ。これでどうだい？よいしょ。驚くほど手応えがなかったね。だよね。私が倒します。よき皆さんは盗んでいても見るのね。これでどうだい。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。仕方ないわね。行くわよ。相手が悪かった。全身に力がみなぎってくる。絶好調ね。もう邪魔ね。そこだ。相手が悪かったね。アースクエイク。こんなもの。魔力を削ります。あら、いなかった。そこだ。怖かったな。これでさよならね。7900。いいダメージ出すじゃない。巻き込まれる。ここにも何かいたのか。まあ、あいつら種落とさねえしな。これでどうだい。行くわよ。当たって。僕だ。これでどうだい。これでさよなら。どうかー。私の本気を出す。こんなものね。皆さん、精霊力を合わせて頑張りましょう。おお。私の本気を出せばこんなもんよ。もう邪魔ね。リーガール。早い。皆さんと一緒だと負ける気がしません。敵です。注意してください。避けていな。ピエント。これ早いな。力が湧いてきたぜ。力を受けるビーム。よし、ロケットだ。ピエント。うん、早い早い。本気を出せばこんなところさ。
もっと早く気づくべきだった。敵が道を塞いだか。もう耐えるか。耐えるなら。1万超えた。これが私の全力です。あの、あそか、冷静か。ここ、これでどうだ。これでどうだい。オッケー、強くなったわ。あんだけやってドロップ1個。敵が道を塞ぐ。すぐに倒して先に進むぞ。眠り。そこだ。当然。これでどうだい。当然。いい調子。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。これ無視ですね。みんな行くわよ。えい。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。遭遇しましたね。敵です。避けてみな。よく手が届くのでしょうか。そこを見る。メルカスプラス。必殺技で仕留められたな。今の感覚を忘れないようにしよう。なんかしないといけないんだ。何すんだっけ。行くか。どっかん行ってますよ。もう効果切れたか。そうだよ。これ取っちゃえばこの片っぽいらないんで。幻影とはいえナバールのこんな姿。避けてみな。そらそらそら。幻影。アイススマッシュ。まだまだ。これでどうだい。当然の勝利だな。喜ぶほどの。私たちこそ。どこ？眠りに。まだまだね。避けてみな。楽勝でしたね。この調子で行きたいです。戦闘開始だ。まだまだね。避けてみな。そらそら。煙突。相手が悪かったな。どきなさい。これでどうだい。強っ。すごい。全身に力がみなぎっています。注意して気をつけて。そらそらそら。消えんと。当たって最悪と共に現れた。ラリアンダーガ。眠り。私たち強くなりましたね。スリープフラワーが入ってる実感がない。仕方ないわ。避けてこんなもの。そらそらそら。消えんと。そこだ。簡単に勝てちゃいましたね。私が倒します。油断したか。
お、あくまでいいね。さらに強くなったわ。確か下行って行って倒すか。いなーい。問題なく勝てたな。こんなものね。この調子でいこう。でこれが天秤4と使わなきゃ。皆さん守りを通して頑張りましょう。入らないね。何したらいいんだろう。あんま意味ない気がするな。なかったわね。よっ。もう、邪魔ね。おいよ。消えんと。無事に勝てましたね。はい、この野郎。ハードでいきましょう。湧いたね。湧たー。必殺技で仕留められたな。本当に今の感覚を忘れないようにしよう。撃っただけで当たってねえよ。避けてみな。当然の結果ね。敵の出現のあれで出る前に解除してしまった。殴ると弱えな。手数は多い。
ほいほい。注意しろ。敵襲だ。気をつけてみな。そらそらそら。忘れないようにしよう。自動バスに敵に逃げられる。大したことなかったわね。うわいいね。西郎さん、オッケー。とりあえず半分か。とりあえず手持ちの種植えて今回ここまでにしましょう。まずは銀色溜まったね。いや持ってんな。ダブってんだよな。問題はこれだ。おおおおおおお、お、よさげよさげ。フニール出ましたね。さあこいつの詳細は、ハフニール、スプリガン用の最強武器だ。おお、美しい刀身で。で妖精のサークレットダブったけども、頭防具としてはスプリガン用の最強防具。体は残念ながら出なかった。で、槍。これはもう、リース用の、ね、フレースベルグ用の最強武器ですね。あ、確かに、フレースベルグの衣装とよく合ってる。ウルフ兵士ってのも出てんだよね。これはフェンリルナイト用の最強武器、最強防具か。なるほどね。ありがたい。で、アンジェラが、ミエインクラウンっていうのが、本当であれば、グランデビナ用の最強防具だったけどね。で、まあ、今回クイーンクラウンが出て、
これか、クイーンセプターが出ましたね。あー、やっぱ最強装備とあれですね、デザインしっくりきますね。なるほど。うん、しっくりきますね。あ、武器だけでも手に入ってよかったな。はい、とりあえずね、最強の武器は全員手に入って、まあ、一部最強防具も出てるんでね、残りの、後半戦の方で得た虹色のアイテムの種を使って、中残りのね部分も手に入ればいいんですけども、今まで全部がちゃんと揃ったとしてこと多分長かったと思うんでね、まあどうなることやら。はい、まあそんな感じで聖剣デス3とライアルズオブマナ実況プレイのパート101はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。